すでに戦後50年となると3世4世の人たちが出ている、その人たちとの接点の中で、じゃあ次世代が今後ね、在日がどうなっていくんだろうということが一つと、どうしたいかということがあるわね。漢字で言えばこう展望だわな。もう一つは模索だろうし、もう一つは志す、向かうということで思考という言葉があるわね。在日を描くということは同時にね、日本人を描くってことでもあるということなのよ。愛語顔が良くなりましたよ。と中国軍の戦争ですからね、これはもう朝鮮人の戦争じゃないわけですよ。それは何のことはない。日本共産党から朝鮮労働党に在日朝鮮人運動のヘゲモニーがやっぱり移っただけの話なんですね。
どこに行くのか、どこに住むのかということではなしに、どのように生きることが最も意味のあることなのか、今の若い人流の言葉を言えば、どう生きることが一番面白いのか、そこら辺に私はやっぱり価値をね置いた発想の仕方が必要なんじゃないか。